どうもおはようからこんばんは、とのてっこざる。太閤立志伝5、足利義輝編、続きをやっていきましょう。で、現在は1561年の1月1日。はるちゃん元気？料理の腕上がったかな？うまいぞ。うまいまい。心がこもっていない。旗の家を倒した後に、三好家にとどめを刺していこうと思うんですよ。そうなった場合、援軍要請できるようにちょっとね、四国の方にも使いを出して、ってか、まあ私自らが赴きまして、長宗我部か秋家かな、秋家ぐらいは真珠いけるでしょう。真珠とか、まあ従属か、そこをちょっとやっていこうと思います。で、あとは関係のいい伊達家とか、あの辺も巡っていって同盟を組んでからの随伐祭。まずはここに行って、元山家いるんだ。で、秋国虎引き抜き、一条家か、なるほどなるほど。てっきり独立していたかと思ったら、あの一条か。あ、金貞くんね。ちょっと会いに行ってみようか。あいつわかるかな、あの茶席とか。そうだ、征夷大将軍だぞ。いくらお前の親戚とかね、あとあと関白とかいろいろやったりしていた人だと言ってもね、中納言でもこの私は征夷大将軍だぞ。あ、こいつもうダメだ。一条同盟組む、そらない、一条兼定くんだからな、茶席もあいつわからんだろう。まあ同盟組んだことによって、秋城からも援軍は借りれると思うんで、まあまあいいでしょう。で、次に行かないといけないのは、遠いな。せっかく関係がいいんだったら、ちょっと同盟はね、同盟は組んでおこうと思うんで、米沢。遠いな。他に関係のいい勢力、大友がいたか。まあもうここまで来てしまったんだったら、伊達の方まで行こうか。部下に任せて失敗したんで、今度は私自らが行って、春宗のところに同盟をしないかと。そうそう、部下が来たと思うが。で、外交用で3万3000持っているんで、親善。弁舌を極めた。これでも同盟した時の確率って上がったりすると思うんですよ。で、同盟。よしよし。で、剣河の弁。あと関係的にいいのは、大友ね。織田家はまあいいや。松平と同盟を組んだみたいなんで、こっから織田家は積極的に動くとは思う。するんだったらもうあれだ、履歴で行って久留米ぐらいに行きまして、小児家にはね、この前同盟組んだ高橋家を攻めようと。まあ多分無理だとは思うわ、城2つあっても。いや、小児家は城2つで、高橋家は城2つあるんですよ。これはまあ無理だろう。
なか遠いな。お、何か動いている。吉見家か。一応顔は見に行こうか。小二さん、君は喜んでくれるからな。あ、親密度あるな。悪名なんか高そうなイメージなのにね。竜造寺とかに滅ぼされないように気をつけるんだぞ。あ、逆に高橋さんあたりに行ったらちょっとなんか言われそうだな。なんか久保様が小児家の者になんかこっちを攻めるようになんか言ったらしいんですがとか。いや、知らないな。で、府内。あれ、なんか戦闘中ですね。あ、外出中か。まだ九州って丸目さんっていないと思うんですよ。あ、もう島津がそんなところまで来ている。丸目さんいるわ。新影流。丸目さんいるんだったら彼も倒さないといけないな。一個だったら手合わせいけると思うんで、じゃあ貴重品で回復。なるほど、手合わせね。忙しいだと一個じゃダメか。お、相良義比もいる。義治、大友さんが戦終わるまで待とうとも思うんで、でしたらもう町に行ってちょっと次の月までは寝ましょうか。社の町。吉金はもう無視だわ。前回取った後ね、長野家滅びたじゃないですか。で、長野成盛が、使いに来たんですよ。まあ、彼はまっちゃんのところに送りました。これで与力については、あとは堀内さんかな。丸目さん、内政も得意でしょう。確かに開墾が。じゃあ同じものだけど、これで手合わせ。よしよし。丸目さーん、どうだろうな。神妙剣は多分使う。近い。ここからさあどう動く。こっちとかどうだい？おっと！いやいや、こっちの攻撃じゃないのかな、今のは。いや、これなんかやってくるな。ほう、また月影かあれを使えるのか。いや、やるねえ、丸目さん。まだまだとか言われたな。やっぱり64年とか越すとこんな無茶はできないから、それまでにまあこの日の元にいる剣豪とかそういう系は倒していかないとな。もう一度、もう剣術してそうな顔じゃないのにな、丸目さん。名前のごとく丸いからな。まあフォーもなんかそんな感じだったよね。いや、絶対素直には来ない。距離を取る。
いや、ずるいずるいずるい。あんまりダメージはないか。空分身。20使うんで46。だからダメダメダメ。2。何を蹴るだと？気合のゲージ、あれ使い切っていると思うから、あんまり積極的に丸目さん攻撃はできないと思うんですよ。そこを接近して、もうズバッとやるしかないな。そこ！で、6あるんで、秘技。回避不能だからな。これでも食らえ。こっちが先手。よし、ギリギリ。危ない危ない。いや、いい戦いができました。東郷さんとかは元服遅いと思うんですよね。さすがに引き抜けないよな。死にかけだし。いいな、家臣いっぱいいるね。あ、こうか、主人公の貴重品。57番にしておいて、大友さんの戦が終わったかどうか。今回なんか動き回っている回になっている。あ、まだ戦闘中。長い戦だな。お、島津勝久がいる。勝久は入らないかな。カードは私持っている。ね、でどうなった？まだ戦闘中か。もう大友さんはほっとこう。丸目さんを倒しただけでも収穫はあった。それで帰って、どこに向かわせていたか、細川さん。大友に向かわせたわけじゃないな。っていうか、吉見家となんか敵対していないかな、我々。あ、できたな。高橋家から来たか。で、従属と。ってことは、小二家は高橋家は攻めれないわけで、小二さん、大丈夫？まあ、軍備増強でもしていろ。高橋家は、城二つあるからな。どっか攻略させるとして、せっかくだから敵対している吉見さん。で、小児家も、もう国攻略で、あ、そこはいけないって。高橋いけるんだ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。いや、どうせこのイベントあるだろうなと思って、さっき表情の間に行ったんですよ。で、武家宅で、で、追破祭。ならば手合わせしよう。
細川さんはまあいいかな、同門だし。弓か、どんなんだろう。もう超接近すればいけるんじゃないのかな。何かやってくる。天球。いや、打ちすぎ。まあでも接近しましたから、ズバッと切って倒すと。よしよし。ここまで行ったらやっぱり細川さん切っておこうか。剣術は3で武力60だもんな。なんかかわいそうな気もする。いや、私の方が上だぞ。いや、だから油断はできない。藤坂、接待っていう言葉は知っているか？何もするなよ、お前は。現在2連勝中。ほう、距離を取る。容赦はしない。ここだったら神妙剣使ってくるか。いや、結構食らうな。にって回復できる？傷薬。30回復か。さて、どう来る？あえてこう行こうか。ああ、死んだか。こう、影武者たちのこう、間を縫ってって思っていたんだが。まあ、けれどもこの私に一撃を与えたんだ。なかなかの腕前であった。おお、道山先生。何、心配になってきた。やたら薬使うペース早いからね。じゃあ私も茶会。5日休むんだったら、じゃあ3月まで寝て。おかしいな、治安向上させているのにな。で、合戦で、前に言っていたように旗の毛を攻撃。もう居城か。一応宣戦布告はしたからね。メンバーはね、今回宇佐美のじっちゃんに、友の井に、島さんか。本庄攻めるわけですから、あとは過労系からだそう。随波祭と、あとは藤高先生。硬そうだな。ハルトもね、やっぱり寿命が63だけども病なんですよね。一気発生中65、だいぶ減ったな。こっちは1万で、まっちゃんはね来てくれないし、3000。なんかしているのかな。じゃあ春元来い。よし、来てくれるな。兵力は多そうだな。大名居城だし、16,500。ガチで攻めないにしろ、みんな大手門に置いといての会員戦と。援軍とかどこも来ないでしょう。あとはこっちの援軍とで合わせて力押し。規模大だからね。春元は9000の兵。
まあ規模大なんで時間はかかるか。ダメ。ああ、旗の家もね、なんで攻めるのかっていうと、足軽の技能を極めた。ちょっと今日に近いからっていう、それだけの理由なんだかな。この後はね、もう三好家にとどめを刺して、で、あとは師匠の塚原牧伝と剣聖様か。ああ、もう力攻めて落としたな。お、二人捕らえた。あ、秀治か。ちょっと投用してみようか。いや、はい、はやっ。え、いや、おや、あの、みんないいの？荒木さんはいいや。え、変わり身早いな。手のひらクルーだな。まさか旗の一門系がこっちに加わるんだ。くらいは？あ、武将か。まあ余力はあるとは思うんで、もう一回攻めて旗の落とした。あ、そうか、今川の同盟を成功させたんだ。松平に攻められている。じゃあ、あとは福知山。規模小か。規模小でしたら、家臣の育成も兼ねてのこの辺を出してもいいか。島さんとか、まあ、小笠原さんとか、モスケとか。友房はあれか。友則が確か武将だから、多分それ以上出世はできないんでしょうね。じゃあ、金森さん。一応はね、一応援軍呼ぶとして、3000ってなんで3000なんだろう。手負いにしてはかなりキリのいい数字なんだよな。ま、簡単に落とせれるとは思います。降伏勧告してきた後加えるでしょ？秀原あたり、なんかいろいろ恨みとか買っていそうだもんな。あ、でも7500いるんだ。お前、なぜ裏切った？簡単に尻尾を振り寄って。悪名とか2になって、いそうな気がするな。大丈夫かな？和議早っ。難しい顔しているな、春道。本丸まで来て降伏勧告で行こう。交渉ならば私自ら行きましょう。降伏勧告。春道カード持っていないような気もするんですよ。お、五分五分か。誰の下にもつかぬか。ならば仕方があるまい。え、どうした？すぐ和議？いや、なに？誰の下にもつかないんでしょ？なにその代わりに。まあ、親も親なら子も子か。親子揃ってなんだ、その手のひなクルーは。で、旗の家滅亡。
あ、やっぱりカードは持っていない。おじいちゃん大丈夫？あ、春道の容姿か。三好家から奪還した。で、光秀に攻められて、で、処刑されると。ちょっと雄斎先生、細川藤隆のところに行って武将の噂で、芸術品が好きね。いい茶器は持っているからね。じゃあ二人静かちゃん、一瞬夜間一気発生中。かなり物資蓄え込んでいるな。ふむふむ、まあ、そこは旗野さんに返してあげよう。八神から二条城、軍式がちょっと巻き上げておいて、これで鉄砲はようやく船長。で、城主任命の八神。特に赤鬼さん、青鬼さんとかは今回は特に興味はないんで、そこら辺も送っておきたいし、赤井直政。へへへ、畑野秀晴。あ、秀直もいる。で、あとは荒木さん。いや、それか青鬼のモミーさんかな。で、堀内のところに、ここに荒木氏綱。あ、まだ遅れるな。そこはまあいいか。じゃあ堀内さんのところ全然与力いなかったのかな。じゃあ今回はここまでにしまして、で、次回で三好攻めを再開しようと思います。悪夢2になって、ちょっと待ってよ。1個減らすのにどこまでお伏せすればいいんだか。で、まあ南蛮に行くよりかは寺がいいかな。朝山日常先生にお布施。2万3000でどうだ。よし、1減ったよし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。